海外、日本の歴史に興味が湧いた。アニメ平家物語の完成度に海外から絶賛の声。日本のアニメが海外でも人気を博していることは皆さんご存知かと思いますが、海外ファンの中にはもはや日本人よりアニメに詳しい方もおられるほどで、その熱さには日本人側が驚かされることも多々あります。新作が出るたびに世界中のアニメファンが注目しているようですが、今回は軍記物語を原作としたアニメが話題になっており盛り上がりを見せています。そちらについて早速触れていきましょう。琵琶法師たちによって語り継がれ、後世の文学や演劇に大きな影響を与えた平家物語。古川秀夫役を定本に初のアニメ化が行われ、1月12日よりフジテレビプラスウルトラで放送中です。時は平安末期、平家一門が栄華を極めようとしていた時代。亡者が見える目を持つ男平重盛は、未来が見える目を持つ琵琶法師の少女琵琶に、お前たちは時期滅びると予言されることに、貴族社会から武家社会へと歴史的転換を果たす時期の平家の栄枯と盛衰が美しく描かれています。1月30日から2月6日までにアニメが行った2022年冬アニメ今一番寄せる作品はと題した読者アンケートでは3位となり、現代ビジネスも大傑作と評価する記事を9日に配信するなど、日本国内で非常に高い評価を受けているこの作品。その評価は海外でも変わらないようで、多くの外国人が諸行無常の物語に心を打たれていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。とりあえず予告編に関しては最高傑作に近いと思う。見るたび毎回感動で背筋がゾクッとなるもん。欧米人にとっては分かりづらい作品にもかかわらず、多くの人がこのアニメを推薦してるのは結局は面白くて文句のつけようがないからさ。この作品、そして原作の叙事詩の主要なメッセージは無常という概念なんだ。いかがでしたか？日本の歴史に触れられるアニメは今までありそうでなかった気がします。ここまでヒットしている理由としては、やはり面白いからの一言に尽きるのでしょうか。予告編を拝見したところ、作画の素晴らしさもさることながら、声優さんの演技力にも圧巻させられました。原作の力でヒットしたというよりは、作画と声優さんあっての完成度という印象を受けました。私は平家物語の授業について覚えておらず、今回感動されている方々には恥ずかしくて合わせる顔がないですね。かといって一から平家物語を読むつもりはあるのかと問われると、答えはノーですね。こんな日本人でごめんなさい。次回お会いいたしましょう。